同圧市、同圧市、同意清九1933年6月10日隊は、岡山県岡山市出身の元プロ野球選手、星コーチ、監督、解説者。1949年4月、岡山県立岡山東商業高等学校に入学。その年の8月31日に、岡山県立岡山産業高等学校と合併し、 岡山県立岡山東高等学校となり、同学年の秋山昇と出会う。それまで遊撃手だったが、1950年から保守に転校。その頃から明治大学を経て、プロの対応ホエールズ時代まで、約18年間にわたって秋山とバッテリーを組み続けた。転校して1年後の1951年、夏の甲子園に出場。一回戦で、 中西太氏率いる高松第一高等学校と対戦したが、その中世にランニングホームランを打たれるなど3対12で敗退。1952年、住友金属から内定をもらっていたが、東京六大学にぜひ行けという周囲の勧めで、推薦で、早稲田大学を受験することになり、監督の森重を、後の太陽球団社長からも了解をもらった。 進学的性検査を受けていなかったため受験することができず、検査の必要がない明治大学小学部小学科に入学。明大時代の2年秋、3年春、4年秋の3回リーグ優勝を経験、3年秋、4年春に連続してベストナイン、星を獲得。4年生時の12月にはマニラで開かれたアジア大会に出場し、見事に6勝1分で優勝する。 この時のチームは、同じ名代の秋山、近藤和彦、立教の長島修雄ら、早々たるメンバーが揃い、16人中14人が、プロに進んでいる。また、島岡義郎監督に、土井と高田修と、星野千一だけは殴っていないと言わしめた、島岡文下の優等生であった。大学卒業後、1956年4月に、太陽ホエールズへ入団。 プロ入り時には、西鉄の監督だった、三原治後の太陽監督が、土井をどうしても取ってくれと言っていたが、土井は、秋山と、せっかくここまで縁があってきたのだから、プロもバッテリーで挑戦しようと決めていた。明大三年時には、巨人との約束ができていたが、秋山の腰の状態を気にして白紙に戻される。その空白をついて太陽が、秋山、 ドイを含む5人を明大から獲得した。1960年からは高知県人となり、聖保守として球団初のリーグ優勝と日本一に貢献。なお、大前との日本シリーズ第4戦で最後の打者が三振した際、ドイは嬉しくて、ウイニングボールをスタンドへ放り投げ、そのまま行方不明にしてしまっている。ドイは島田玄太郎の完全試合のウイニングボールも、 同様に行方不明にしてしまっている。さらば、愛しきプロ野球。で、本人団。同年には、ベストナイン、星も受賞。打撃は非力で、生涯打率。215に過ぎないが、強権とインサイドワークなど守備力が高く評価され、三原からは、グラウンドの指揮官と呼ばれた。1964年からは、伊藤伊佐に定位置を奪われる。年には、 巨人との開幕戦で、5回の虫万塁で打席に入ると、金田正一の真ん中高めのストレートを弾き返し、史上初の開幕戦、グランドスラムを達成したが、同年の本塁打は、その一本に止まり、引退した。引退後は、対応の一軍バッテリーコーチ、1969年から1973年を務め、3年連続 A クラス入りに貢献。 対談後は、グラウンドの外から野球を見たいということで、富士テレビ日本放送解説者194年から1977年を務め、1978年にヘッドコーチとして対応に復帰。ベッドを薫る監督を支え、1979年の A クラス入りに貢献。1980年からは監督に就任。同年にアリゾナ州メサで行われた。 球団史上初の海外キャンプには、親会社の太陽漁業から300錠のノリが差し入れられ、梅干しを36キロ持ち込むなど初の体験に、球団は力を入れたが、現地が100年に一度という異常気象で、大雨が続いてまともにキャンプが遅れなかった。ペナントレースでは、開幕から5割前後の成績を残すと6月7日から4連勝。 連敗を挟んで6連勝で首位の広島に3.5ゲーム差と肉迫したがそこから引き分けを挟んで12連敗を起死して一気に連絡4位に終わる2年目の1981年も同様にメサでキャンプを試行したが今度は野球用具約64万円分が盗難にあってしまうペナントレースでも開幕から低迷しシーズン中の9月24日をもって休養となり 残りの試合は山根俊秀が監督代行を務めた。再会に終わり、同年退任。その後は再び、フジテレビ日本放送解説者、1982年から1984年を務め、1985年、吉田義雄監督の招兵で、阪神タイガースイッチ軍ヘッド兼バッテリーコーチに就任。笠間雄二、山川武史との併用が続いていた。 木戸勝彦を正保守に育て上げ、21年ぶりのリーグ優勝と初の日本一に貢献。1987年退任。また、ラジオ番組、土井厚氏の元気アップ、朝一番。日本放送制作であるが同局では放送せず一部の、地方局で放送のパーソナリティを1992年から2006年9月まで、務めた。 1980年頃、同じドイ繋がりで土井肖像と共にカメラ量販チェーン、カメラの同意の CM に出演したこともある。秋山の死後、横浜 DNA ベイスターズ、球団 OB 会の会長を務めた。2017年11月23日に横浜スタジアム改修記念として行われたハマスタレジェンドマッチにて、チーム横浜の星としてスタメン出場。 久々に、公の場に姿を見せた。打撃は響きながら、名ホッとして鳴らした度を支えたのは、ダンス式リードと呼ばれる、配球術だった。スロー、スロー、クイックは、バレッツのリズムで、変化球、変化球、ストレート。スロー、スロー、クイック、クイックは、ブルースのリズムで、変化球、変化球、ストレート、ストレートという具合だった。また、 棒立ちタッチ法も多うバックホームの送球が目の前に迫ってくるまで知らぬ顔して棒立ちになり、ランナーがスピードを緩めるといきなり補給体制を取りタッチアウトにした。その他ではマウンドに顔を向けたまま一塁に矢のような送球でランナーを刺すというのも得意とした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。